になりましょうね。講演会。入ってないですか。ああ。始めさせていただきます。本日はお忙しいところ、こんなにたくさんお集まりいただきまして、ありがとうございます。私は、風沢と申します。本日の講師の黒井明雄君の高校の同級生というところで、実行委員会に参加をさせていただいております。昨年の夏になりますが、NHK の方で、黒井君の活動を全国に放送をしました。でその反響とか、大変大きくて、すいません、聞こえません。すいません。ああ、あれです。すいませんでした。それでは、最初からちょっと話します。加藤と申します。黒井明雄君の高校の同級生です。そういうご縁で、自己委員会に参加をしました。昨年の夏の NHK のテレビで、黒井君の活動が全国に放送されました。その反響が大変大きくて、その後、全国各地で黒井明雄君の話を聞く会というのが開催されています。そこで、地元鶴岡でも、ぜひということで、いろいろ関係者が動きまして、黒井君から来ていただきました。最初に発起人として、黒井君に連絡を取ったのは、藤井陽子さん、それから戸村雅子さん、それから岩田の人です。ただ、黒井君としては、地元なので、同級生からも手伝ってほしいということがありまして、斉藤優子さん、本間京子さん、で私が、私も実行委員会に加えて、私たちの年齢、昨年、昭和23年から25年生まれです。ちょうど団塊の世代の真ん中で、戦争が終わってから生まれましたので、戦争を知らない世代というふうに、言われています。しかし、私たちの父親、祖父の世代は、戦争の時代を生きていました。特に父親の世代は、満州事変、今日17日ですから、来月の18日、ニューヨークで、満州事変、日中戦争、日米戦争の時代でありまして、召集されて出征をして、多くの戦争に倒れたり、また復員できたとしても、身体的、精神的に、何らかの障害を負った人たちが多いというふうに言われています。私の父親も出征をしましたが、家庭の中ではほとんどその戦争の話はしませんでした。今からも多分話せなかっただろうというふうに思います。いろんなことがあったんでしょうけど。そして戦後に生まれた私たちも実は、その父親世代の戦争の影響を何らかの形で引き継いでいくんだろうというふうに思っています。戦争というのは国家間で起こりますけれども、近代の戦争は、一般国民を嫌をなく巻き込んで、やっぱり知れない被害、影響を本人、その家族に、与えます。本日は、黒井君の体験を通して、近代国家による戦争が、一般の民衆、その家族にどのような記録を残したのかということをお話をしていただこうと思います。ご清聴いただければ大変ありがたいと思います。アンケートの趣旨が分かっていると思いますが、アンケートにご協力をいただきますようお願いを申し上げますし、また参加費、いただいておりますが、経費を除いて、あまりの人が取り組んで、取り組む活動へ乾杯というふうに考えております。また、もし、もう少しという方がいらっしゃいましたら、お帰り際に、受け付けるところで申し出ていただければありがたく頂戴をしますということで、やっておりますので、よろしくお願いします。それでは、ご連絡をします。黒井明雄でございます。
このお話があった時、まあ、いつかは自分の周りのところで話をしなければならないというふうに、まあ、それは思っていたし覚悟もしていました。しかし実際に、今日午前中、午後ですね、実家で父親母親の墓参りをして、親父は俺に力くれた、なんで親父がそうなったのか、まあ、村の人たちから変な人だっていうふうに思われながらも、まあ、76歳まで生きて自分の苦しかった胸の内は子供たちにさえ話さないままにあの世に行ってしまった親父なわけですけれども、まあその親父のことを、まあ、ふるさとの皆さんになぜああいうふうになったのか、またそういう人たちが大勢いるっていう、そのことをどうしてもやっぱり、皆さんに話をしなければならないと、そういう覚悟で来ました。まあ、私はこの活動は2018年に、PTSN 福井日本兵と暮らした家族が片際家族を作りましたが、その2年後に2020年に PTSN の日本兵と家族の交流館というのを作りましたが、ですから活動を始めてまだ4年半かそこらしかならないし、交流館作ってからも2年と少ししかならない。でそういうことで言えば、日本の平和運動はね、それこそ原水爆禁止運動にしろ何にしろ、もう何十年も歴史を持っているそういう活動が、それは本当にひょっこみたいな、そういう活動ではありますが、それでも私がこの2年ほどの間に 何十箇所までお話ししてきましたが、今日一番緊張してますね。フロイト・ホーさん、どこにいらっしゃいますか。トコさんもいる。あ、俺が生まれて3つか4つぐらいの時から彼生まれたんで知ってるわけで、同じブラックのね、1軒、2軒、3軒目隣、クロイトコーさん、今日来てらっしゃる、来るっていうのを名簿で私確認しましたが、いい加減なことは言えないっていうのはね、本当に子供の頃から私のことを知っている人たちが大勢いるんで、そういうことでは、まあ、もうこれ前置きになってしまって、こういう順序で話をするつもりはなかったんですけど、すぐに映像に入りますけど、まあ、私の、自己紹介を含めて、まあ、山田新聞さんが2020年の8月の15日に、これ映像ですね、左の方に、この人っていうの、これ共同通信の配信記事なんですが、これに報道していただきました。で、共同通信の配信記事なんで、全国、30市か、そこらすごい新聞社が流してくれたんですよ、その地域で。この辺で例えば、河北新聞とか、それから秋田先駆けやる山形新聞とか、岩手日報、まあ、そういう東日報とか、そういう新聞社も出してくれました。その中で山形新聞も、この人っていうふうに出してくれたんですけども、他の新聞社は、すべて、ここのね、表題ちょっと見えないですけども、山形県出身って書いてあるんです。他の新聞社は。で、山形新聞だけがね、鶴岡市出身って書いてあるんです。ここは共同通信の記事と違うんですけども、まあ、それはすごい、私は何とかな、愛情を感じました。で、その後、10月1日に自称っていうので、水をうずめる交流と、これも山田新聞、でこれも共同通信の発信なんですけども、これも流してくれました。で、まあ今日、黒戸子さんとかいらしてますけど、
これはまあ去年、まあ、今日のね、私の気持ちでもあるわけですが、まあその決して自分の父親は誇れる父親ではなかったっていうのは、まあ、私はあの子供の頃から本当に貧乏を知って、でそれはやっぱりこの父親はきちんとね、あの働けばあの我が家こんなことにならないのにっていうのは本当に子供の頃は思ってました。で、いろんなところにも自分から積極的に 出ようっていう、そういうあのことのない父親で、難しいことであるとか、そういうことはみんな自分の妻に、私の母親にこう何て言うかな、押し付けるっていうのもないんですけど、やらないから、本人はやらないんで、妻である私の母親があの出ていかなければならないし、あるいは私8つ年上の長男が、そこそこの年頃になると大人に混じって一家の代表として出ていかざるを得ないっていう、まあ、そういう家庭で私は育ちましたんで、まあ、この親父がもっとしっかりしていればもっとちゃんとした、ね、あの生活もできたし、親父を少しでも誇れる、やっぱり子供だからそういう気持ちがあるわけですけども、そういう父親の話題をなるべくしたくないっていう、まあ、ここに率直に言えば父親の話題はなるべくしたくない、まあ、逃げていた小中高時代ということも言えるかなというふうに私は思います。まあ、去年あの、2020年の8月22日に木曜日本という朝の番組で30分の NHK さんが流してくれましたが、それは後であのダイジェスト版見ていただきますが、まあ、最初提案を受けた時すごい私が気が進まなくって、まあ、あの田舎に行ってもね、その父親がもし生きている俺が110歳で、その戦前の父親を知っている人はほぼいない、で親戚とかいろいろ電話してみたんですけども、あのなかなかもういらっしゃらなくって、でというようなこともあったし、やっぱりその父親が地元でどういうふうに思われていたのかっていうのはなかなか子供としては聞きづらいものもあったりして、最初はね、どうせろくな話はないし、あの言っても話してくれる人もほとんど私はその思い当たらないし難しいからあんまり行きたくないっていうようなことを言ってたんですが、まあその若い30になったばかりの NHK の若いディレクターが自分で描いた番組のあれにしたくて、どうしても日程も決めて一緒に来ました。ここに書きましたが、今日映像の中で黒井明さんが出てきます。で今日はあの黒井徳郎さんに来てまして、まあちょっと名前こういうふうに出すのは本人の了解を得ていませんが、嬉しかったです、この二人と。それはあの最初に私は徳郎さんのところに行ったんです。偶然その、NHK のスタッフと一緒に実家の雑誌っていうか私行ったんですけど、ちょうどうちの前をあのなんとかな男の人もこっちと取り掛かって、あれって思って、ね、すぐ飛んで行って、あの誰だって聞いたら、あの徳郎さんのセカラさんがだったんですよ。でそれでそのままお父さんいるかなって言ったら、いるみたいなことだったので、私徳郎さんのところに来て、で親父のことをまあ、周りの人たちがどういうふうに見ていたのか、そのことを聞きたいということで、まあ、来たんだけどっていう話を私はしました。そしたらお父さんは、まあ、あの自分たちがまあやんちゃだったから何かやればね、他のうち あの年寄りであれば必ず何やってんのお前っていうふうに怒られたようなことでも、その俺の親はね、まあ、見てみるふりとか何も言わなかった。でそのことは要するにすごい違和感とか変な人だなっていう、まあ、そういう印象を自分は持ってた。それでもさっき見てもらったこれでね、しびれ乗ってたよって、お前のまあ私は秋夫って名前です、まあ、この辺だと秋夫っていうふうにならなくてみんな濁るんで秋夫ですね。秋夫の親お父さんがね、戦争で育ったってことを新聞で読んだったんです。おかしいと思ったけども、それはそういうことだったのかっていうふうに彼は私に言ってくれたんですよ。でそれはと思ってね、まあ本当にこれちっちゃい記事なんですよ本当に。それでもまあ
読んでくれて、俺の父親がなんでおかしいなっていうふうに思ったことのその原因はそこにあったのか、戦争だったんじゃないかというふうに彼は言ってくれた。でその後で私は黒井明さんとね、私より8歳年上の、人のところに行ったらやっぱり同じことを言いました。お前の親父は本当にいろんな、これ今日後で流れますので、おかしい人だなというふうに思ってたけども、戦争だったんだから、戦争の原因だったんだというふうに彼は言いました。そういうことで、その私が地元の人たちにあれこれ説明する前に、すでに、山田新聞さんがこのような形で報道してくれて、地元の人たちがそれを読んで、私が思うに、実際聞かないと分からないですけども、あそこのうちの親父乗ってるよと、今日乗ってる。でみんなでおかしいおかしいと思ってたけども、実際こういうことだったのかっていうことが、おそらく13件のね、今は鶴岡市、東新井ですけども、あそこはお寺さんを中心にして13個ですけどね、おそらく顔合わせる者同士があそこの中でも共通理解が狭い部落なんで、そういうことだったのかという話がされたんではないのか、そういうふうにして自分の父親が地元に理解されて受け入れられているということは、つゆ知らず私は去年本当に気が済まない気持ちで来たんですけど、明さんにも所さんにもそういうふうに言ってもらって、すごいこう何か肩の荷が下りたと、そこまで理解して、分かってくれたのかっていうことがすごい私は嬉しかったですね。で、そういうこともあって、今日は、同年配の人たちが多いんですかね。で、皆さんの父親はどうだったのかということも含めて、今日は自分の父親なりあるいはおじいちゃんなりのことをぜひもう一度振り返ってもらいたいな。彼がどんな思いで戦争に行って、どんな思いで戦地から戻ってきたのか、自分の手柄話であるとか戦地での苦労話をどれだけ皆さんにしたんだろうか、私が今まで聞いた分ではほとんどの戦争に行った人たちが口をもく口閉ざして戦争のことは語らないであるように言ったというふうに言った人が多いというふうに聞いています。なぜ喋らなかったんだって、自分の父親はじいちゃんは誇れることであれば言ったはずなのになぜ喋らなかったんだ、そのことに思いをぜひいたしていただきたいなというふうに思っています。前置きは本当はなしで行くつもりだったのに、もう約30分しゃべりました。この、 タイトルですけれども、ずっと父が嫌いだったというそういうタイトルになります。でタイトル放映する前に、NHK から電話がありました。こういうタイトルにしたいけどもどうだろう。そういうタイトルにするということは、その映像を見れば、実は俺は父親のことを嫌っていたわけではないということが分かる、そういう映像なんだよねということを私は見てないので、それを確認しました。これ放映されて1年以上経つわけですけども、つい1週間ほど前、そのディレクターさんが来て、またそのことに触れていました。どういうタイトルにすればすごく悩む、私は嫌い、父のことを嫌いってことは一言も言ってない、ただこの映像を社会に流すにあたってやっぱりそれなりにインパクトのあるタイトルにしたいということだったということに尽きるわけですけども、それでも今日の最後のところで、これを見ていろんな人たちからの話私は聞いているんですが、確かにその最初に河原で呆然と孫っていうのは私の弟の孫なの子供なんですけども、おじいちゃんピースしてくれって言われても聞こえてるんだか聞こえていないんだかわからないっていう、抜け殻のような父親が映るんですけど、で最後に北海道旅行の写真、
映像が映りますが、あれは亡くなる前の年なんですよ。あの時私は39歳です。今から35年ほど前なわけですけど、見ていた人は最初の河原の写真よりも表情があるんです。その亡くなる最後の、まあ、皆さんの今初めて見た人はそこまでは分からないんですけど、まああんたが一生懸命父親の喜ぶ顔を見たいっていう、その一生懸命父親と接したから最後あんたのお父さん少し改善したんじゃないって言ってくれる人は何でもいます。で、私はそういう目で見たことはなかったんですけども、今もまた見ると父親は少し笑顔があるそこの中に。だからそのすっかり治ったっていう、その戦争神経症から昨年の治療を受けて治ったっていう人の話も聞いてるし、そういうことからするとまあ死んだ後でさえ理解、父親の理解できなかったダメな息子には違いないけれども、まあ、自分なりに一生懸命は、まあ、父親に少しでもいい人生を送ってもらいたいというそういう気持ちは、まあ、自分を持っていたんだなということを、私はこの映像を、ね、もう何十年も見てないわけです。NHK さんが映像ないかって言われたときに探したんですけど、この2本しか残ってなくて、それもすごい雨降りの映像が出てくるんですけど、実際はこれ DVD でもうカビが生えてて、まあ、NHK が大枚払って映る私に DVD もらいました。まあそういう父親でありました。また思わない話をしていますが、ちょっと事務的っぽいお話を最初にいたします。皆さんに今日受付でですね、こういうのを一式渡されたかと思うんですが、これは今日のための資料ではなくて、8月7日に、東京武蔵村山市の市民会館で、証言集会というのをやっていました。その時の資料です。ただ約300部作って実際の入場者は200人ちょっとでしたので、かなり余りました。まあ、そういうこともあって、ぜひ皆さんにその時、まあの資料なので見ていただきたいということで持ってきました。ですから中に募金袋とかいろいろ入ってますけど、それは無視してください。本当にただそのこの中にあった吉田豊さんの講演なんかはすごい資料だっていうふうに私は思ってるので、そういうのも含めて見ていただきたいと思います。それから今見てもらった映像の中で交流館に、野崎さんという方が訪ねてきています。野崎さんが書いた手記にはすでに自ら命を捨てたっていうのが書いてありますが、野崎さんの父親は皆さんご存知かどうか分かりませんが、中国大陸で、まあ、中国人を使った人体実験をしたというふうに言われている731部隊という軍医さんの部隊がありましたが、そこの軍医さんでした。で長野に帰ってきたんですが、まともな医院を開きましたけれども、まともなお医者さん生活ができなくって、簡単に手に入るヒロポン、それからアルコール中毒になり、ついに最後は野崎さんの父親は自殺しました。彼は今82歳だ。その彼が本当に2年前私彼と会いましたが、今日彼の手記、これ200円で入り口で販売をしております。ぜひ読んでいただきたい。彼も本当にね、80になってもまだ父親のその重みっていうかね、それをまだ背負って自分には何の責任もない父親の人生で、なのにその重みをね、私が背負った昭和の号っていう
のが一番最初に出てきますけど、本当にこのこれは私は今までいろんな小説がいろいろ読みましたが、その中でピカイチの文章も上手だし分かりやすいし、でものすごく重い。自殺した父親を未だに背負っている80歳の息子の気持ちっていうのはね、どういうものなのか。戦争っていうのはこういうことを息子に80で今本当に知らなければいけない人間の心までね、まだ占領してるんですよ。本当に戦争まで何年経ちましたか、宮田。77年ですよ。それでも背負いきれなくって、それを下ろすことができなくって、こういう文章をね、あと書いている人がいるんだと。それがまたそういう日本人がたくさんいるということをね、ぜひ皆さんに知っていただきたいということで、これは推奨です。私はこんな上手な文章書けません。それから今日ですね、入り口でお渡しした中にこうちっちゃい用紙がある。これは私が持ち帰るものです。試写者とはまた違うもので、これは私いつも今日入り口でお渡ししたと思いますけれども、こういうニュースですね。こういうニュースをメールとそれから郵送で、メールは300通とだったり、それから郵送では200人ぐらいのところに毎月出しています。本当に知ってもらいたいということですね。それでぜひ皆さんよろしければ私ニュースを、できればメールの方がいいんですが、お金が余るから、それでももちろん郵送でも結構です。ここに住所の名前を書いていただければ、私は資料を毎月お送りしますので、ぜひお帰りまでに書いていただいて、置いていただきたいと思います。それからお願いは先生ですが、分かる字で書いていただきたい。時々メールなんかだと届けられませんでしたっていうのはよく皆さんによろしくお願いします。それでは本当に私の話をする時間が短くなりましたが、先ほどのパワーポイントに沿ってですね、駆け足になると思いますけど、皆さんに伝えたいというふうに思います。PTSA の福音日本兵と暮らした家族と語り合う会、2018年に作り、PTSA の日本兵と家族の交流館、これを2020年に立ち上げました。で、先ほど映像の中にも出てきますけれども、あそこに出てきた女の子たち、当時に4年生です、これ今もう5年生です。今もしょっちゅういます。もう常連さんで、私がなんでこの建物を作っているのかということは彼女たちがよーく理解しています。おじさんは戦争してはいけないって言って、そのためにこれ作ってるんだよねって、そのことはよーく分かっています。私はくどくどこう来た子どもたちになんか周りからね、黒井さんなんか子どもたちに集めて洗脳してるなんてこと言われたくないんで、私は向こうから聞かれない、なんか話しかければ言いますけども、私の方からああだこうだってことは全く言いません。ですから昔の言葉で言えば、背中で親父がね、俺の背中見てとか よく言いますけども、私は黒焼の背中を見て、お前たち育ってくれよ、なんだ黒焼がどういう思いでこれを作ったのかっていうことを分かってくれよな、それだけでは難しいかもしれませんが、それでも、来た子どもたちは名前を書いて、そして帰るときには感想を書いていくっていうのが約束事なんで、感想にはちゃんと書いていきます。今日そこに持ってきてますけれども、子どもたちに戦争をやっぱり実感してもらいたいということでね、それはやっぱりこういう銃弾とかね、それからこういう手榴弾とかありますけれども、ただそのガラス戸の中に飾っておいてね、というか外から眺めて見るだけで本当に実感できるんだろうか、子供たちにこれ要するに触ってもらうわけですよ。で、そうすると子供たちは今まさに本当にウクライナで戦争してるんで、これは飛んでるのかと、こ
これがピューっていくんだよね。これ手榴弾、手榴弾っていうのは子供たち知ってるんですよね。いろんなあのなんていうの、あのゲームかなんかで出てくると思うんですけど、これはみんな知ってます。まあそういうことで実際に子供たちにはこれに手に触れてもらって、これも軍服ですけども、そういうことでただ飾ってガラスに飾っておくんじゃなくて手で触れて、そして戦争を実感してもらう。特に今一番はこれです。これ銃です。最初はこの軍服とかね、子供たちの興味示すかなと思ったんですけども、あんまり示せません。まあ期待はしますけど、一番びっくりするのがやっぱりこれです。まあこれちょっと回そう、もしよければ、はい、よければ触ってみてください。あの細長いやつがいわゆる三八式銃っていうやつですね。ここから使ってます。まあ子供たちに戦争を伝えたいっていうことでやっています。で、子供たちの戦争を二度としてはいけないってことを私はまあ伝えたいってことですね。まあ、さっき言った通り2018年1月17日に会を立ち上げましたが、まあ、その3年前に私はあの前立腺がんの全摘の手術を受けました。それで立ち上げて1年後ですけれども8月に、まあ、再発するわけですね、がんが。でそれから9月から10月までそういうことで放射線治療を受けました。その後遺症はまだ残ってますね。やっぱりすごい排便が困難だっていう、そういうのは未だに残っています。それから2019年に、12月心臓逼迫ということで、まあ心臓の拍動が200-300とかなって、もう心臓が空になって立ち上がれない、そういう状態になりました。それで手術を1回見ました。でそしてこれでいいかなと思ったら、今年つい2ヶ月ほど前に、着替えの件が違うな、着替え収縮って言って、今度は3回に1回心臓が休んで、2年前は頻繁で、今度は心臓を休みますって休んでて、まあ、そういうことでまたカテーテル手術を受けました。まあ、こういうことがあったもんですから、会は立ち上げてくるも、俺がそう長生きできるかどうか自信がどん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 なくなって、どうしてもこのことをやっぱり自分が元気なうちにしっかり伝えたいということで、まあ、そういうこともあって2020年5月10日に法隆館を、まあ、わずか6畳ぐらいの建物ですけど作りました。まあ、今日は妻に来てもらってますけど、あそこは、まあ、妻の実家から30メートルぐらいしか離れていない、まあ、じいちゃんの家だったところに妻がうちで作ったので、まあ、土地の建物の名義は妻だという、そもそも花壇だったんですけど、そこをまあ俺もこんな体の状態だし、俺が元気な間に何とか形あるのを作りたいと、でそういうことでこういう建物を作りたいんだという話をしてですね、彼女はダメとか言わなかったんですよ。で暮れに行って石子が死んだし大工さんに頼んで、すぐ着工しました。あっという間。でそういうことで今に至っています。まあ、そういうことでですね、ぜひ私が元気な間にもっともっと引っ張り回していただいて、このことをですね、多くの人たちに私は知らせたいなというふうに思っています。で、まあまあ、皆さんにお聞きしますけれども、PTSL の日本兵士が存在した、特に戦後存在したということは、ね、どれほどの多くの人たちがご存知でしょうか。ほとんどの方はご存知ない。まあ、正直に言えば、私自身がこのことに気づいたのが、まあ、2015年の12月に、ね、ピースボートに彼女と2人で乗るわけです。全くの観光目的。で、そこでベトナムに行く途中で、アレン・ネルソンっていうのをさっきやった人、出てきましたけども、彼氏の悲しい顔を見て、ね、って言ったんです。俺の父親のような顔をしてるこの人って。俺、その時に初めて気づいたんです。俺は本当の父親を知らないで、やってしまったんだ。本当の父親は別に、本当の父親でない。もうダメになってしまった父親を、の姿を、それを自分の
父の真実の姿だっていうふうに思い込んでですね、亡くなって何十年ではないですけど、89年に亡くなりましたから、それでも20何年経って聖典の霹靂で、と思って、なんだと、俺は本当の父親知らないでいたのかと、なんということだと。俺は父親が亡くなった時もね、涙一つこぼしてないんですよ、本当に親不孝な息子で。でもあの時にそのことに気づかされたあの晩ですね、本当にあのもうここに実物、ここに、あ、今日は持ってきてない、今日は持ってきてないですけども、本当にびっくりするような、もう新聞が何枚にもなるほど夢中で父親の思い出を書くんですよ、一晩もう泣きながら、親父許せと、あんたのことを知らないでここまで来てしまった、なんという息子だと。私はまあ大学をね、山田大学の東洋史を専攻して高校の先生になるつもりだったんですよ。俺と歴史から何学んだんだ、本当に一番身近に戦争で苦しんで人間性まで変わってしまった実の父親がいるのに、それこそまさに戦争を体験しているものなのに、お前の学ぼうとした歴史ってのは何なんだということをですね、本当に教えられました。一番最後にかな、私まあ順調に出てきたところで、まあ私が当時思っていた歴史に対する姿勢というのは、まあ言ってみれば知識だった。まあ教養の一部、知識。しかし本当に歴史ってのはそうじゃないってことを父親は私は教えました、ね。生きる指針だった。歴史っていうのは自分の生き方にきちっと生かしていくことなんだって。それをやっぱりお前が教師になろうとしたんであれば、後々の人たちに、特に子供たちに教えるということで、教えるというか、姿勢としては、自分の生き方をに対して、あ、そういうことか、私はこういうふうに生きたいというような、そういうようなことを感じられるような、そういう歴史として、歴史を伝えていかなければならないんじゃないかということを、私は父親から教わりました。もう70になってね、本当に二十歳やそこらで先生にならなくてよかったなって、本当に大した歴史を教えられなかったと思いますよ。実の父親がこういう姿でいることにさえ気づかないような歴史の先生がね、まあ慣れなかったんですけどよかったなというふうに私は思っています。まあここにあるようにご存知でしたか、教科書に書かれていません。歴史にもほぼ書かれていません。まあ今日報道の方々いらっしゃいますけれども、まず書いてないですよね。このことは触れてないと思います。はい。ですから皆さん知らないわけです。でもう一つ、実はさっきの中にもありましたが、隠したことです。知ってる人たちがいたわけです。高野台陸軍病院、千葉県市川市に神経症専門の病院があったわけです。その先生は新聞社に何と言ったか、大戦名物の砲弾病、まあこれ要するに戦争神経症ですけど、後軍には皆無。この先生は本当に言いたくないんですけど、毎日毎日この陸軍病院でそういう戦争神経症の兵士を見てね、私は治療ではなくて研究していたっていうふうに思ってますけど、いるのが分かっているのに新聞にはね一人もいないっていう、本当に嘘を言ってるわけですけど、でおまけに最後の病院長諏訪慶三郎さんは論文一つ出します。でしかしこの自分の書いた論文以外のことはお前たち
ここで何を研究していたのか、何をしていたのかということはね、50年間は言ってはいけないと。まあ、事実はあそこに集められた、陸軍病院に集められた50人の、約50人のお医者さんたちはみんな日本の当時の精神医学会のトップクラスの先生で、戦後は精神学会の本当に重鎮になっていった人たちなんですよ。彼の社会的な営みもすでにやってる。もういいことは何でも起きないから50年間はここのことは黙っていなさいということを佐賀の病院長に言いました。このことがあそこに、あそこであったカルテが民間に開放されたのは1993年頃と言います。だから50年間観光令は守られました。その間に何が起きました？私の父親は1989年に亡くなってるんですよ。93年頃にそんな病院があったことやカルテを出させられても手遅れなんですよ。つまり自分たちも死んだ、お医者さんも死んだ、あそこにいた兵士も死んだ。そうなったら明らかにしてもいいっていうことなわけで、結局そのことは今もって本当に明らかにされているとは言い切れない。あそこにテレビの中に当時の映像が出てますね。あの映像は2018年の NHK がの映像なんです。で流した映像なんです。で最近って言いますね、NHK。2018年の最近まであの映像も社会的には表に出なかったものなんですよ。何年経ちましたか、1945年から2018年に明らかになるまで。55年と18、73年、70年以上隠匿してたんですよ、本当に。その間にどれだけ多くの精神障害を負った兵士たちとその家族が苦労したか。みんな一番苦労した本人たちがあの世に行った後ですよ。本当に子供たちがその原因さえ分からずに、私に至ってはその父親の姿の原因を常に戦争に結びつけてたのは67歳になってからですよ。もっと昔に言っておいてもらえればかけられる言葉があった、治療する術もあった。もうすでにほとんどのお医者さんたちもあの世に行ってしまったので、今さらそのことをどうこう言うつもりはありません。それでも私は、これは私だけではない、私たちの願いは今からでも遅くはないかと。まあここにありますけど、まあ皇軍の兵士にあってはならないはずべき行為、まあ侍、東部の当時の日本軍はね、もう百戦百勝の、天皇陛下の軍隊で、なんかあれは神風を吹くし絶対負けないというふうに言われていた軍隊で、精神力が抜群、大和魂、侍っていうふうに言ってたわけ。だから戦争に行ってね、心を置かせるように日本人なんか一人もいないっていうのは建前ですから、結局その建前を装い通すためにやっぱりそういうふうなことは、まあ、戦前は隠した、戦後まで隠さなければならない理由は私には思い当たらないけれども、やっぱり戦争ということに対して肯定的な人たちはそういうふうに考えるのかなっていうふうにしか私には思い浮かびません。私は2018年に立ち上げた時は日本人で PTSD の兵士がいたということを知っているのは日本で黒い野球をただ一人だと思ってたんです。知らなかったです。ただアレン・ネルソンさんの DVD を見てえっと思って、自分は歴史を専攻していたの、俺でさえ知らない、まあ思い上がりですけど、のになんだかな、日本人誰も知らないと思う。ところが、まあ、2006年に清水博士という先生があのカルテを1993年から明らかになりましたので、ものすごい難しい本を出してます。私いただきました、
4、50ページ読んだら頭が痛くなって読めない、そういう本です。それから2018年に中村恵里さんがあそこ出てきますが、彼女が1月1日に戦争のトラウマっていう本を出しました。私それ1月18日に会を立ち上げるんですが、その直後に本屋さんで偶然それを見てびっくりしました。ああ、研究者いたのかと。日本人一番最初に気づいたのは俺だと思ってたけど、それは大きな間違いで、すでに病院もあったし、カルテも残ってるし、いたってことも分かってるし、まあ中村麗さんは1月1日に本を出して、あれ今コズリーかなんかなって異例のヒット作になってますけど、彼女まだ39歳なんですね。今広島大学の大学の准教授ですが、こういう若い人たちがもういるということを私は知るわけです。でもう証明する必要はない。私はこれを申して、いたんだ、これ見よう、これそうだっていうふうに。でもそういう必要はなくなって、まあ、やっぱり私がそれでもこの活動を続けてきたのは、この事実をまだまだ多くの人は知らないし、私のようにその不甲斐ない父親、あるいは自殺した父親、近所迷惑だった父親、家族で暴力を振るっていた父親、そういう父親をの真の、それが真の姿だと思っている多くの同年代の子供たち、子供たちというともうあと10年生きているかどうかという人たち、彼らに一緒になってね、俺もそうだったけども気づこうよと、あんたが思っていた父親は本当の姿だったんですかって、おかしいというふうに思ってみようって、今なんで無口だったんだと、戦争をほとんど語らないで言ったっていう人たちほとんどなんです。なんで自慢しなかったんだって、なんで喋らなかったんだ、喋れないには喋れないの理由があるし、まあ私は本当に今日言おうかどうか迷っていたんですけど、戦争っていうのは結局人を殺すことなんですよ。人を殺すこと、あるいは殺されること、殺すにしたってね、もう 100m か 200m 私は撃ったことないのは分かりませんが、相手の顔さえよく分からない、直接的な憎しみなんか何にもない、そういう人を殺すことなんです。私アレン・ゲルソンさんがね、何百人殺したって言ってます、ベトナム人を。私の父親も、まあ、同じぐらい殺したでしょ、間違いなく人を殺したんです。その精神的なダメージっていうのはね、こうなるわけですよ。要するにこの写真にありますけど、でベトナム戦争やイラン・イラク戦争、アフガニスタンに行ったアメリカはね、メガネメジで戦争してるんで、こういうデータも豊富なの。2割から5割 PTSD 治療必要な PTSD 帰国したと言われています。これはアジア太平洋戦争日本軍兵士830万人の2割から5割と言ったらね、約300万人ぐらいになるんですよ。本当におとといかな、戦没者慰霊式、310万人の日本人が亡くなった。そのうち日本軍兵士は約30万人です。言っておきますけど、中国人かな、日本の戦争によって中国では2000万人以上が死んだ、まあまあはっきり言うと殺したわけですけどと言われています。インドネシアでは1000万人のインドネシア人が日本軍によって死んだと言われています。フィリピンは200万人、日本人の民間人は80万人です。その何十倍もアジアの人たちは日本軍のによってです、死んでる。まあ言ってみれば、私の父親がああなったっていうのも広く言えば自業自得かもしれない、かもしれないけども、戦争っていうのはやっぱりうちの父親だって喜んでいたわけではないし、自分の意思で行ったわけでもない、命令されて行ったわけです。本当に自慢の父親ですよ。この姿がね、裸足で従軍したわけです。9人兄弟の9番目ですよ、うちの父親は。どう暮らしますか、9人兄弟の9番目の小作人で、彼の今日アルバム持ってきてますけども、満州開拓に彼はその自分の生きる道を持ってたってことはあれでよくわかります。勇み立つ我ら若者を乗せた
宇品丸は何時何分大連に旅行したというのも書いてあります。で、憧れの満州の地に第一歩を記したって書いてあります。父は何で満州に憧れたんですか。日本じゃ食べていけないからですよ。本当に九人兄弟の九番目の小作人がどう生きていきますか。その彼はが二十歳の時の写真がこれです。最後は34歳で帰ってきました。1年間の中国軍の捕虜を得て捕虜になって、1945年に親父は軍曹になるんですよ。そんなことは一言も言ってないけど、10人から20人の部下を持った戦闘を指揮したというふうに思われます。吉田豊さんも相当優秀な兵士って言っている、まあ、言ってみれば自慢の父親ですよ。本当に親父が亡くなった時一滴の涙はこう下がったのに、私は本当に親のこと、父親のことを思うためのこと本当に涙を流しています。今父親が私の背中を押しているっていうふうに思ってますけど、ここに希少な資料というかね、父親は満州の喫煙所ですけど甲子園というところで、南満州鉄道特別守備隊でが最初の任務地です。でこれがその時の集合写真なんですけども、ちょっと皆さん見にくいかもしれません。昭和8年なんですかね、甲子園守備隊東田郡とかで出資者ですね。私はこれは川が抜けている。つまり甲子園守備隊東田川郡出資者ですね。まあ同じ東田川郡から行った人たちがここにいる。皆さんの親とかね、じいちゃんもひょっとしたらこの中にいるかもしれない。で甲子園戦車隊予定兵、これも今日持ってきている資料の中にありますが、甲子園というのがこの中にあります。で私はびっくりしたことがあるわけですね。交流館を建てました。2020年、5月10日で8月23日に、村山うどんを食べる会というのを用意して30人ぐらい集まっていただきました。その時に中国人の歴史研究家の李祖典さんということが方が助手一人連れて機械いっぱい持ってきて、こういうのを全部コピーして帰ったんですね。で最初のご挨拶で自分の身分を明かして、中国の吉林省の師範大学の現役の教授で、今日本で大学の講師で軍事郵便の研究を主にやっている李祖典さんという私より、5つ下の女性です。生まれたのどこですかって聞いたんです。そちらから甲子園って言うんですよ。皆さんびっくり しませんか。本当に私の父親の、ね、初任地が、ね、甲子園なんですよ。あんたそっから来たのって、これは偶然かと。あの建物建てて一番最初に来た外国人、一番最初に来た中国人がね、自分の父親がの初任地二十歳で行ったところで生まれた女性がね、第一号として私の家に来た時に、私は親父呼んだなって、親父呼んだな、やっぱり自分のやったことについて本当にいろいろ口には言えないことを俺いっぱい言ったと。あげようよ、俺の代わりここに呼んだから。中国の散々苦しんで誰あろうその子孫を呼んだから、お前代わりに謝ってくれ、俺もうできないから。親父そう言ってるなと思って私彼女に言いました。私の父親はあんたの村って一番最初に行った、それは私の父親だというふうに私に言いました。でそしたらですね、私はまあ言ってみれば謝罪したわけですよ。そしたらまあもう気がついたら私はもう涙だったんですけども、気がついたら彼女は私の肩を抱いて日中友好日中友好って言ったんですよ。もう忘れられないです。そしてそのことはこれも共同通信を通じて山梨にも出たんですよ。これ水を詰める方向を言うっていう次元、
これ今でもあるんですかね。これ10月10日ですね、2020年で、ここで紹介されました。その時に、リー・ソテーさんから私のところにメールが届いた。これはもう時間がね、本当ないですけども、よく読みます。お父様の代わりに謝罪してくださったことに、中国人としてとても感激しました。お気持ちの戦争に関する歴史認識を中国に伝えることに責任を感じました。実はあの戦争は指導者の責任だと思っています。お父様は普通の庶民として戦場に生かされたのであって、お父さんの黒井さんのお父さんの責任とは言えません。お父様は加害者であったけれども被害者でもありました。ちょっと飛ばした。私たちは二度と戦争を起こさない、起こさせない責任と義務を負っていると思いますし、誰も安心して暮らせる社会を作っていく義務と責任を持っていると考えます。国境や民族を超えて、また人間として平和な社会を作るためにお互いに協力し頑張っていきましょう。最後にお宅の素晴らしい資料館が全世界に広がっていくように願っております。私も及ばずながら中国に帰る機会があれば、黒井さんの活動を広く伝えたいと思います。これからも民間レベルでの平和のための活動に邁進していきます。お互いに頑張っていきましょう。こういうあの彼女からメールを届いて、これが山形新聞とかに、ミソルズメール交流ということで、まあ、紹介されるわけですね。これはあの我が家の武蔵村の仏壇ですけども、ここにこれはリー・ソテーさんのメールを額に入れて飾ってあります。おやじ見てくれって、おやじ許されてるよって、もう言葉だけかもしれないけれども、最大限の言葉でね、中国から来た人たちがこういうありがたい、ね、優しい言葉をおやじにかけてくれてるよって、これはあの今日もこの位置に、私ならのものの位置にあります。このことを私は大事にしていきたいと思ってるわけですね。それでちょっと駆け足で話しますが、今から2週間は前にならないか、まあ、約2週間前に、武蔵村の市民会館で PTSL 日本兵と家族の思いと願い集会集会というのをですね、201名の参加で開催しました。今日皆さんにお渡ししたこの袋に入っている資料はその袋に配布したものであります。これが画期的で歴史的なのは、今まで取材を受けて話をしたことはあるけれども、自分たちから進んで自分たちの、まあ言ってみれば隠してきたこと、さらに大変家族の恥だと思っていたことを、もう俺たちはもう黙ってるんじゃなくて、俺たちの仲間が大勢いるんだから、そういう人たちが声を上げやすいためにも、まず俺たちがちゃんとしっかりと俺たちの意思でみんなの前で自分たちの体験を語るっていうことがね、それは呼び水となってどんどんそういう今まで言えなかった人も出てくるっていう、そういうことになるんじゃないか。同時にそのことは、親父あんな風になってしまったのも暴力、あるいは自殺、他の人に出す暴力、家族に出す暴力、麻薬、それは親父の真の姿ではないんだと、親父をそういうふうにしたのは何だと、それは戦争だと、それは親父の責任かと、親父が始めたものかと、親父がただ命じられただけだと、それは国家の責任ではないかと、一番責任取らなくちゃいけないのは親父たちが自分の心の中にしまったまんま、ほとんど語らずにあの世に行ってしまった親父たちに全部責任を負わせて、家族もそれを知らないで今いるけども、それは親父たちの責任か、そうではない、それは起こした国家の責任ではないか、取るべき責任は国家ではないかということをですね、まあ言ってみれば、その時に記者会見途中でやるんですが、ある記者さんが言ったのが、今までの常識の転換だと、個人の責任にしていたものは、それは国家の責任ではないかというね、そういうことを問う第一歩ですということをおっしゃいました。この時に、私、本当にたった一人で始めたものですが、ここにあるように34人分のスタッフがですね、集まっていただいて、本当にあの頑張っていただいて、何の、あの、ことも起きなかった。でここにあの、吉谷豊さんであるとか、研究者の人たち4人も、前の方に来ていただいて、そうして記者会見をしました。いかに歴史的なことであるのか、家族が声を上げるっていうのはどれだけ重い意味があるのか、
どれだけの勇気を振り絞ってこの壇上に立ったのか。でも それもまた自分たちの親父たちの責任ではなくって、それは本当は本当に負うべきなのは国家の責任ではないかということをね、初めて世に問うた瞬間ではないかということで見ていただきました。ここにリー・ソテさん来てくれたんですよ、最前列で。彼女この時ね、会社にこれ持ってきたんですよ。これさ、持ってくねって俺初めて言いました、この立派な王将、こんなのあったんですね。本当にこれは最初の頃だと思いますよ、間違いなく満州事変の。もう1941年以降であれば、もうこんな派手なことをやっていられなかったと思う。まあこれは私の親父にもあります。あ、これは持ち帰りましたね。李相哲さんが、まあ本当に李相哲さんは、これも李相哲さんからいただきました。もうずっと続いてます。で、李相哲さんから言われたのは、黒井さん、一緒に中国行きましょうって言われてるんですよ。公衆衛生に行きましょうって。中国語で、少しでも中国語できるようになりなさいって言われて、中国語のね、教科書をドサッと送ってきたんですよ。本当に。私は本当のこと言って10年ほど前から、細々とやってて、多少できるとは言えない。まあ、ということで、ドサッとこれ、まあ、すごいですね、そういう行動力。まあ、そういうことで、コロナが収まったら、もう彼女は絶対私を連れてきますから。そしたら私、甲子園行きます。本当はね、大勢一緒に来てほしいんですけど、まあ、甲子園の人たちに何を、ね、言うべきか、その時になって言います。で、この8月8日の将棋集会は、翌日の東京新聞で報道されました。それから全国21社これだけの新聞が、ね、共同通信得てされました。それから日本共産党の新聞アカウントにも報道されました。それから今日皆さんにお配りしてますよね、これでっかい。これ昨日毎日新聞3面だったんです。全国紙で3面に、これの右にもトラウマの記事があります。これほど大きく全国紙3面に載せたのは初めてだと思います。西日本新聞がトップ記事にしたことがあります。それから今日皆さんに、これも昨日、あ、これ毎日新聞ではなくて、これは朝日新聞です。これは森倉さんですね。さっきあそこの、黒井さんの責任だけではない、黒井さんの責任だけではないというふうに言ってくれている森倉さんのことも、私も直接聞いてないことがここに書いてあります。ぜひこれも読んでいただきたい。ですから、皆さんに言いますけど、隠したって、隠しきれることではないんですよ、本当に。声を上げれば上げるだけ、まあ、今日もこうして来てくださってますけども、ぜひもでっかい記事にしてもらいたい。本当は一面に載せてもらいたい。ならないと思いますけど、どうか努力して、まあ、今日はね、初めて聞いた方もいらっしゃると思うので、これからぜひ取材を続けて、このことをどれだけ価値のあることなのかというのをしっかり理解していただいて、私は、ね、トップ記事に、数学の価値のあることなんですよ、本当に。と私は固く信じていますが。で、それから、これは、ね、さっき30分の番組なんですけど、今 NHK の YouTube でこれ簡単に見ることができます。ずっと父が嫌いだった家族と向き合う戦争の傷跡、検索すればすぐ YouTube につながります。で、これ今朝かな、私見たんですけども、再生回数が102万人になってるんですね。で、今毎日4万ぐらいずつ増えてるんですよ。で、Facebook でも常に紹介されていて、で、それ最近私なかなかたどり着くことができないんですけども、3ヶ月ぐらい前に80何万回再生されてるんです、同じ番組が。ですから今間違いなく200万人超えてると思うんですね。で、これは
NHK がこの YouTube でこういう形で他にいっぱい番組を1日何本も出してるんです。おそらくこの1年間でこれベスト5に入りますよ。この目撃日本ずっと父を受け入れた家族の戦争の傷跡、これ6分ぐらいの短縮バージョンなんで、ぜひ皆さんあの自分 の、ま、あのスマホでね検索してみてください。そうすると再生回数が出てきます。もうすでに200万人を超えてるんですよ。60人に1人は日本人見てると思う。スローバーシー該当すれば12万人です、人口ね。2000人ぐらいでこれ見てるんですよ。ですからもう知らないで、知らないっていう段階は少しずつ少しずつ別のバージョンに行きつつあるっていうふうに私は思ってるんですね。来年も証言集会やりますが、来年、今年は小ホールでやりましたが、来年は市民会館の大ホールでやる覚悟です。でもっともっと今あの34人のスタッフの方々に手伝ってもらいました。この方たちと協力して来年を準備して、いずれは、ね、今から大風呂敷大変そうもしておきますが、それだけの価値あることだと思うんで、東京や日比谷やんを本当に満員にするような PTSD の兵士、ここに何て書いてあるの、 PTSD の兵士を思い戦争のない平和の社会を願う日、作ろうじゃありませんか。皆さん、来年は8月20日にやります。数年間は武蔵野市民会館の大ホール1000人収容ですけれども、そこで収容しきれないことになったら日比谷に行きますよ。本当にそれだけの価値のある日本社会に知ってもらいたい。このことを知らないで戦後の日本の歴史語れるんですか。歴史学者の人たちもそう言いたい。そうしたらね、まあ大変そうもしますが、時の首相にも出席してほしいし、天皇陛下にもメッセージいただけるようなね、天皇陛下の席士と言われたのが、昭和天皇亡くなったけど、天皇陛下の子供なんですよ、当時の日本人は。天皇陛下はそう言って、当時の日本人を教育したわけですから、席士って赤子です、赤子。子供ですよ。あんたの子供はどういうマスクを送ったんだろう。心の痛むのを終わらせて昭和天皇は亡くなりましたけども、もっともっと心を痛めて、あんたの子供たちはね、語れないままにあの家に行ったんですよって、そのことをいつか日本の人たちに幅広く知ってもらいたいというふうに思っています。そのためにも私は子供たちにこれからもですね、今まで島根県の高校とか埼玉の高校とかね、あるいは子供たちとかこういうふうに来ますってやってきました。だから最近で一番面白かったのは、そのことだけ、あのこれほとんど最後かな、あ最後ですね。8月5日にね、めちゃくちゃ忙しい時だったんですけど、あの、近い東伏見学童クラブっていうところで、あの70人ぐらいのところで私行ってね、話してめちゃくちゃ面白い。今日持ってきた、こういうね、あの子供たちに、あの、まあ、今のウクライナの戦争とかね、そういう、これ何とか聞こえるんですよ、まあ、子供たちってすぐ手が出るんですよ、そしたら、何々、カニカニとかね、すぐバッパバッパ、答えるんです。で、それがだんだん日本の戦争、あるいは沖縄の戦争、沖縄で我慢に行った人たちとかね、これ何、これ何、あれ何って聞いて行って、私が最後にお話ししたのは、沖縄に焼け野原になりました。広島もこんな風に焼け野原になりました。東京もこういう風に焼け野原になりました。日本は1994年の日清戦争から、まあ本当はその前からですけど、さ、みんな日本は戦争したの知ってる、相手はどこ聞くと70人ほどまず一人ずつバーッと手を聞くとね、アメリカ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 って言います。他の国と戦争したこと彼は知りません。それからアメリカ軍は最後は日本に上陸しました。さあどこに上陸しましたかって子供たちに聞きます。子供たちは何と言うと思いますか。広島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 って言います。でも実際は沖縄です。
で、そういうのをこういうのを見せて、沖縄ではねでもね、船に逃げた人も沈んで死んだし、ガマに逃げた人も解放射器で死んだし、助かったのはね、白旗を掲げる少女がこの中出てきますけど、降参した人が助かったのよって。この人たちどうなったと思って、助かったんです。私は今日、ここに白旗を持ってきます。子供たちに最後、この焼け野原になったのをね、広島、沖縄、東京を見せて、どうだったかね、日本は何十年間も戦争して、どうだったと思うって言ったら、子供たちが何て言ったかっていうと、無意味って言いました。1年生から4年生、6歳から10歳、その子供たちが1時間私話しますけど、本当はね、もっとやりたいこともあったんだけど、時間がなくて終わっちゃったんです。無意味って言ったんです。私が伝えたかったことです。戦争はいかに無意味だったか。やって何千万ものアジア人や、まあ、アメリカ人もそうです、殺して、自分たちも死んで、焼け野原になって、一体何が残ったんだ、戦争というのは何が残ったんだ、そのことを私は伝えたかったわけですけど、子供たちにはちゃんと伝わりました。こういうのをもっともっと私はやっていきたいというふうに思っています。で、私のところではここに今出てますが、ここにありますけども、戦争はしません、白旗を掲げましょう、話し合いを返しましょう。これはあの私の愛する妻がですね、私の、ね、願いを起こしてこれ手縫いしたものです。これ四六時中ですけど、ここに掲げています。私は戦争は全体悪だというふうに思っています。何も生まない、どんなに時間がかかっても話し合いで合意したことだけが解決の道だというふうに私は考えています。本当に世界の隅々に白旗を掲げていただいて、世界中の人たちが白旗を掲げればね、まあ夢物語ですけども、戦争なんか起きない。もう15分オーバーしましたけど、まあ私がお話ししたかったことはまあ、たくさんあるわけですけれども、私は今こうして話していますけれども、これは私に父親が言わせているっていうふうに私は思っています。自分たちの子孫に二度と戦争はするなと、本当に無口な皆さんのじいちゃんや父親でもそれだけは言ったはずなんです。戦争だけはするな、そのことを本気で我々は受け止めて、自分たちの子供たちや孫やそういう人たちにやっぱりしっかりなぜそうなのかということを伝える必要がある。無意味なんだよ、本当に。やったって最後は焼け野原だったというのは何より教訓じゃないですか。平和憲法を作った、本当に守っていく、あれを守っていくということは、私は自分たちから戦争を起こして、最後は自分たちも焼け野原にしかなれなかった日本がですね、やっぱりアジアや世界の人たちに約束したことだというふうに私は思っています。それはたとえ銃を向けられたとしても、二度と俺たちは銃を取らないっていうね、それだけの覚悟は私たちには必要なんじゃないでしょうか。何千万ものアジア人を私たちの父親たち、じいちゃんたちがやっぱり殺したわけですね。その子孫である我々がたとえ向けられたとしても、俺たちは二度と銃を取らないっていう、そのことを日本人の誇りにかけて、本当に日本人の誇りにかけて、二度と俺たちは戦争しないということを証明したいと思う。私はその思いを込めてこの白旗を掲げています。もう私と同じようにこの趣旨に賛同した、まだ女性の方なんですけど、まあ2人います。2人関西の方とごく近くの方、2人作りました。私はまあ本当に最後にですね、BTS の日本への家族の交流会、お友達、子供たち、お孫さんとお尋ねくださいと伝えようと、子供たちに、孫たちに、二度と戦争はしてはいけないんだよということをね、でそのためにこういう触れる
見て触れるものも置いてるし、それからこういうものを使ったりしてね、私は子どもたちに伝えていきます。これは私が、ね、父親たちが言ってる、あの世に行った兵士たち、今まで兵士たち、お前ら二度と戦争するんじゃないよということを言ってるんだと思います。フラザットの皆さん、今日はこういう場所を作っていただきました。本当にありがとうございました。それから本当にあの隣近所から、ね、もう来てくれてるし、私の同級生もこのような形で来てくれてるし、ある種私は本当に勇気を持って今日いろんな話をするつもりで来たし、したつもりではあります。これだけの皆さんに集まっていただきまして、あの世でね、親父喜んでますよ本当に。そのことも伝えてですね、皆さんに本当に深く深く感謝申し上げます。こういう機会をまた作っていただければ、本当に生きている限り私はこのことを伝えるのがですね、親父の任務を果たしていく道だし、日本に本当に平和、世界に平和を私はまあこれから、まあ、あと何年生きているか分かりませんが、力の続く限り、続けていきたいと思っておりますので、これからもですね、私に本当に背中を押すような力を与えていただきたいし、ふるさとの皆さんの温かい心を私に寄せていただくよう心からお願い申し上げます。今日は本当にありがとうございました。開会の挨拶では私黒井君なんで同級生なんだから知らずに出てしまいましたけどね、まだ話聞くと黒井先生ですね。改めて黒井先生大変ありがとうございました。先生何か聞いてる黒井君黒井先生黒井君仕事呼び捨てしてんの、はい、この活動を始める1年前に我々の70時間、時の同期会でした。その時、黒井君が来てくれて、いろんな話の中で、ちょっと黒井君のお話の中にも出ましたが、山田に入ったんだけども、いろいろありまして、歴史の先行しながら、そういうことが見えなかったということがあって、お前、何もしなかったんだよというふうに、我々言ったんです。これは本当の歴史を教えたいんだというふうに大きな声で言って、あ、やっぱりそういう顔ってねえなというのが松本先生の感想でした。で今こういうお話聞いて、やっぱり黒井先生だな、今は立派な先生だな、歴史を教えてるじゃんかというふうに思っているんです。皆さんもさまざまな思いがあると思います。ご質問もあると思いますので、時間もう少しありますので、ご質問なり感想なりいただければどうぞお願いします。皆さんの仕様はどうですか。もし話せるとどうぞ。行きます行きます。マイクあります。皆さんこんばんは。鶴岡から市内から来ました。今黒井さんのお話を伺って一番感じるのは、やっぱりそういうお父さんを持って黒井さんが相当苦労なされたんだなということなんですけれども、私が思うにですね、やっぱし今の時代になって戦争体験者がほとんどいなくなっているということが、やっぱしこれからこの日本というのを考えたときにすごくその重大なことなんだなと。いなくなってしまうと、いわゆる歴史修正主義者のような方たちがどのようなことを言ってもそれに対する反論を言う人たちがいなくなってしまう。そうすると、その正しいことが何が正しいのかが分からなくなってしまう、日本人全体が。
そういう時にやっぱし、我々の、黒井さんの世代もそうですし、私も今70歳になりましたけども、そういう人たちがギリギリのところで、その中間のところで、その戦争と全く戦争に関わりのない人たちの中間のところで、どうやってその活動を続けていくか、あるいはその話をそのし続けて皆さんに伝えていけるかっていうところが、これから先すごく問題になってくると思うんですけれども、そういうことを考えると、やっぱしこのクルーさんのその活動というのはすごく大切だと思いますので、頑張っていただきたいなと思います。感想でした。喋っていいですか、私。まあ、今ね、戦争を本当にやった世代っていうのは、まあ、ほとんどもう亡くなったわけですね。それ事実です。しかし、まあ、私たち世代はまだね、親父たち、苦労した親父たちのことを知ってる世代がまだ生きてる。70代、60代、あるいは80代。で、私たちが、もう私と同じようにですよ、同じように。まあ、声を上げてもらいたい、自分の父親たちがどうだったかというようなことを知って、我々はまだ口を聞ける今の時代にね、何にも言わないで言った父親っていうのを子供たちに伝えてほしいわけです。なんで言わなかったんだろうねって、なんで私、お前たちのじいちゃんがね、戦争に行って何年間も行っていたのに、なんで言わなかったんだろうねって、あるいはいろんな人たちはその本当に奥さんを埋めたりね、いろいろやってるんですよ。で、そういう人たちもひょっとしたら皆さんの中にもいるかもしれない。で、私は希望を持っているのは、まあ、今日はマスコミの方々が来てますけど、この方も30前ですよ、YBC で、こういう若い人がね、8月6日の小日向市に来て東京まで来て取材して、8月の7日も取材して、で、局に来てるわけですよ。で、彼は本当になんでそこまでやるのかってことは私詳しく聞いてないですけど、NHK のディレクターも30になったばっかりです。で、この新聞報道してくれてる人のほとんどがそういう世代の人たちなんです。そういう人たちがこのことに関心を持って世の中に知らせたいと、やっぱ知らせないからこうして来てるんだと思う。そういう気持ちを我々は応援したいし、こういう人たちが本当にもっともっと多くの人たちに知らせていくっていう、ね、そういうことを後押ししたいな。この番組はなんか明日の6時まで YBC の番組で流されるらしいんですけども、そうしたらね、あの番組は良かったというのをね、YBC に皆さんからね、電話でもいいし、パーティーでもいいし、やってほしいんですよ、やってほしいんですよ。ああいう番組もっと流してほしいんだ。すごいね。そういうのはやっぱり私は後押しになると思うし、それから、この日ね、記者会見っていうのをやってるんですよ、歴史的なもんだよっていうことを。で、それで、その時に壇上に並ぶわけです。で、これ吉田豊さんで、これはまあ、大先生ですけど、隣の中村英里さん、この方まだ30代ですね。若いですよ、研究者としても。それから、これ北村剛さん、40代です。中村大さん、北村剛さんは大阪大学の大学院の准教授、中村大さんは広島大学の大学院の教授です。この人も40代です。中村英里さんはまだ10月までは30代です。要するにこういう若い研究者がこのことの研究を始めているということですね。まだまだ少ないですけども、彼らはここに来て、この会場に来て、自分の考えを述べて、で、これからもこの研究を進めていくと。そのためにも、まあ、私たちとタイアップしながらやっていくと思うんですけども、こういう若い研究者はね、もう何て言うの、私がいつどうなってもこう後継ぎとまでは言えなくても、こういう若い人たち、 NHK の若いディレクター、
YBC の若いディレクターで、こういう人たちがこのことに興味を持って世の中に知らせていこうっていうふうに思ってるっていうこと、あるいはこの集会にも34人ものスタッフがですね、本当にあの動員されたわけでもないのにデベートで来てくれた人たちがいるということ、そして200人もの人たちがここに参加してくれたということ、あるいは先ほど見ていただいたように YouTube にですね、今でも4万人ぐらいずつどん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 この事実を知る人が増えているという事実、私はこういうようなことから決してそれは大きなこととはすぐには言えないかもしれませんけれども、確実に受け継がれていくし、こういう若い研究者の人たちはですね、受け継がれていくし、それからその、学生たちもそういう形でやっていくし、その学生たちがまた育てていくっていう、そういう希望を私は確かなものとして、本当に4年前には想像もできなかったようなこのことが社会に知られて、そしてまたこれが平和の活動の一つとしてですね、定着していく、違いないというふうに私は確信をしています。そういうことで言えば、楽観はしていませんが絶望もしていません。若い研究者の人たちやこういう若い人たちに本当にこのことに興味を持ってもらって、そしてこのことを広く社会に知らせて、そこからまた新しいものが出てくるに違いないというふうに私は希望と確信を持っています、はい、歴史修正主義はそんなに省き越えるわけではないというふうに私は思っています。はい、他にどなたか、お願いします。鶴岡市の新潟市と言いますけれども、PDSA という症状というのは治るものなんですか。それ原因というのは多分今回の戦争だったですけれども、文部省なんかは小学校で事件あると、そこにカウンセラーとか派遣してケアするというような対策を打ったりしますけども、ちょっと言い方失礼かもしれないですけども、一番愛している家族ですら治せなかったんですよね。そういう治った事例みたいなのはあるんですか。あともう一点ですけども、戦争というのは一番きっかけになる本当に悲惨なことだと思いますけども、今の子どもたちがかかるような戦争に次ぐような原因っていうのは、なんかこういう原因もあるんだよ、こういう原因もあるんだよっていうのを、ご存知でしたらお知らせください。全部私は答えるのはいかがなのかと思いますけど、さっきのその PTSD っていうのは治るのかっていうことで言うと、正直言いますとね、戦後の日本軍兵士、帰還した日本軍兵士で PTSD の兵士というのは、要するに学術的っていうか認定されたPTSD のなんか症状という人は一人もいないんです。日本では調査すらされていないんで、私が今までこういう活動をわずか4年間ですけれども、たくさん暴力であるとか、アル中であるとか、そういう PTSD と言われる戦争神経症と言われる典型的な事例の方がたくさんいらっしゃいます。その事実があります。でそれで治るのかというお話ですね。でそれは私はその医学的な知識があまりないので、それに対して答えることができますが、ただいわゆるトラウマ PTSD に関しては、日本でも戦争ではなくて、それは大震災であったり、
そういうことですぐ手当てせずになっているとか、そういう研究とか、あの療法とか、これはまあたくさんされているわけで、まあ、それはやっぱり当てはまっていくんだろうと思います。それから非常に参考になるのはアメリカです。まあ、アメリカは年がら年中戦争をしていますので、何十年間。それで一定の割合で、まあ、その資料をさっき私、2割か5割出しましたけども、もうその戦争にしょっちゅうアメリカ人を送ってるし、でその中で一定の割合でもう必ず、あそこっちの誰それも心回し、もう働けない状態であるとか、そういうことが、アメリカ社会では戦争に行ったら一定の割合で心壊した兵士が、そういう状態になって社会復帰が難しい状態の兵士がになって戻ってくると、これも常識なんです、アメリカでは。ですからあのアメリカでは参謀、副参謀長が責任者になって帰還したアメリカ兵に対する健康調査であるとか、そういう異常が見つかればそれに対するケアのプログラム、施設、つまり再生工場といっていいような体制、機関がアメリカではあります。ですから、どういうんでしょうか、当然税金でね、兵士で使い物、まあ言い方は構わないように、使い物にならないような人間になって戻ってきたら、それは税金で養うしかないわけじゃないですか。少なくとも税金ではなくて、自分で自分の飯の種ぐらいはできるぐらいに復帰すれば、それだけアメリカ社会も助かるし、ということで再生するシステムというのをアメリカは持っているわけなんです。ですからその中で一定の割合の社会復帰してるんですよ、間違いなく。でそういう研究はアメリカもそうだし、第一次世界大戦以降ヨーロッパでは もう進んでるんです。ところが日本はご存知のものです。自衛隊のホームページに開くと出てきますけど、例えば自衛隊病院は、精神科はね、一般人は診察を受けられますけど入院はできません。自衛官と家族ができるかどうか知らない、未だにそれは秘密主義なんですよ、やっぱり。そういうような自衛官と同じような病室に一般人を置くことはしない。でやっぱりそういうことが、まあ、アメリカを見習いっていうのは言い過ぎかもしれませんけれども、アレン・ネルソンさんは考えてみろと、戦争に行ってまともで帰ってこれるわけないだろうと、100人が100人どっかやられて帰ってけるんだと言ってるんですよ。ですからそういうことを考えると、もう今の問題で言うとね、例えば自衛官でもやっぱり今海外に派遣されてるじゃないですか。戦争してませんよね、銃も撃ってないし撃たれてもね。それでも、3、4年前の国会で派遣された自衛官がね、50何人も自殺してるとか、それからその、治療の必要な PTSD の自衛官が出てきて今でね仕事復帰できないとか、そういうことを国会質問で政府が答弁するんです。ですからいるんですよ、間違いなく。で、それを考えると、今後も自衛官が海外に派遣されるということは、ね、戦争するしないではなくて、戦争していないのに PTSD になって帰ってきてるんですよ。それを考えると、それはもう他人事ではなくて、日本の自衛官にね、我々は何十万の自衛官いるわけですよ。で、外国にやってるわけですから。そういう人たちの家族のことも考えると、ちゃんとそういうアフターケアを、ね、アメリカで見習えっていう言い方はどうかと思うけど、それは私はそう思います。それもしっかりやって置くっていうことがね、私は大事なことではないかというふうに考えています。ただ戦争の原因っていうのについてはいろいろあると思いますので、このさっきの子供たちにね、なんでロシアはウクライナに戦争しちゃうのかなって言ったらね、領土が欲しいからって言ってました、子供たち。それ以上深いやり取りはありませんでしたけど、子供たちはそう思ってます。1年生から4年生ぐらい。はい、はい、ありがとうございます。この発端にございましたが、今マイクすいません。
戸村先生の呼びかけで来ました。大隅京子と言います。今アンケートに書いたのを読みます。私の父は大正2年生まれで、中国の新疆で警察官でした。で、戦後、父はシベリアに6年間抑留されました。で、その時突然、私は19年生まれです。兄は17年生まれ。その、2人を置いて、突然父は拉致されたわけ、連れて行かれたわけなんですけれど、それまで裕福な生活をしていた母は、すべてを失って、そして兄を近所に預けて、そしてバイトみたいなのに出かけたんですね。私は背中におぶされて。で、その時に多分兄は預けられたとは言いながら母を追いかけたと思うんです。その時に拉致されました。で、それっきりで母は狂ったみたいになって探したみたいです。で、ここの家にないかなって泣き声が聞こえたけれど、でもそこまでは踏み込めないで帰ってきました。で、母はもうその子供を取られたという怖さで、私のことは前にほぐってそして夜間みたいなのは後ろにしょって、そして父の家に帰ってきました。その時言った祖母の言葉は、なんで男の子を置いて女の子を連れてきたんだと言って母を罵ったそうです。で、そして父は帰ってきて、6年後帰ってきて駐在所に勤められたんですけれど、ちょっと男前だったのか、母は絶対にその駐在所に勤めることを反対したんだそうです。私はそこら辺よくわからないんですけれど。で、その後弟を、私と7歳違いと9歳違いの弟が生まれて、本当は駐在所に勤めていたら苦労しなくて済んだんだろうけれど、大学に入れるために本当に大変苦労しました。で、もう語り出したらきりないんですけれど、その父は7人兄弟で長男だったんですね。で、その間に母は針のむしろでした。私は小さいながら見ていました。というのは父の妹、妹とかいるわけです。で、妹たちは結婚してて、その婿さんたちまで一緒になって母をいじめていたなって思います。で、よく血の下で泣いていたなって思います。で、その母はやっぱり兄のことがあってか、年に何回か寝込むんですよね。で、それを見ていた私は、自分の悲しいこととか相談とかは一切できませんでした。母がこんなに苦しんでいるのに自分のことなんか言う必要ないんだなっていうふうにして見てきました。で、もう一つ、これは人間の業だと思うんですけれども、私同じ父から生まれてるんです。で、弟二人はもういて、でもやっぱりその可愛がり方が違うんですよ。やっぱり父はちっちゃい時からやっぱり見てきた弟二人は可愛いって、その全員はいくらもあるんですけれど、幼い時はそれを受け入れるしかなかったです。でも大きくなってからは理不尽なことに私も戦いました。で、今思うに今アメリカとかいろいろ出てきたんですけど、この間安倍さんが歌いましたよね。あの時私は一瞬何を思ったかというと、そして自衛官と2つしかこうなかったもんだから、きっと自衛隊の人たちは真っ先に戦争が始まれば飛ばされる、それの恨みできっと殺したんだろうなというふうに思いました。でも、それからもろもろと統一教会、いろいろなことが出てきました。で、本当に日本は
平和憲法ありながらアメリカにお金をね、軍事費を出さなきゃいけないとか、そして韓国にはなんか統一教会、不審な教会が身近におります。で、なんかボロボロと出てきますよね。でも私思うには、普通の生活をしたいだけなんですよ。 98% の人間なのに、なんでその 2% の人たちにこういう戦争というものに巻き込まれていかなきゃいけないのかということは本当に悔しいです。だから平和憲法は絶対に守っていきたい、そう思います。以上です。はい、ありがとうございます。時間が押してきましたので、まあ、もうお一方いらっしゃいましたら、うん、お伝えください。まあ、西山ですけど、よろしいですか？いらっしゃらないと。あ、マイクいいです。マイクいらっしゃる黒田さんにお伝えします。今まさにロシア、ウクライナでまさに戦争が起こっているいや、まさにロシア、ウクライナで、こうやって戦争が起こっていて、それこそたくさんの兵士が苦しんでいる状況だと思うんですけども、そういった中で、黒井さんが、まあ、今の、まあ、戦争が起こっている、まあ、世界に対して、まあ、どう思うというか、率直にどういうふうに考えているかというのをお聞きしたいです。なんか大学の後輩らしい。今の気持ちを忘れないで、今度頑張ってもらいたいと思いますけど、まあ、私はウクライナ、ロシアとウクライナの戦争ですけど、まあ、両方の指導者に、私はお願いしたいのは、とにかく一時も早く戦争をやめてもらいたい。2人の責任でできるはずだというふうに私は思っています。今ウクライナで戦争起きてますけど、例えば PTSD でトラウマットに関して言えば、まあ、ウクライナ国民が4000万人ぐらいいるんですけど、もう全てトラウマ残ってます。今植え付けられてます。子供たちから、避難しているお母さんたち、もちろん兵士、立てこもっているお父さんたち、もう今すでにね、夜は眠れないとかいろんな症状が出てきている可能性はあるし、もうこれまでの戦争の後のトラウマってことを考えてみると、まあ、沖縄のおばあおじいたちがあれから70年も経って、今になってあの時の恐怖がよみがえって夜を寝られないとみなされるとか、そういうことが起きてるんです。ですからまさにそのウクライナの人たちがこれから何十年間もね、そういう精神的な痛みというか、あるいはその苦しみというか、そういうことをと戦いながら、あの子供たちも含めてですね。で、たちが悪いのはその中でそれがお互いの暴力、母親が子供に暴力、あるいは子供が長じてね、本当に東京大空襲かなんかで逃げ惑った子供たちが結婚して妻や子供たちに暴力振るってるってことは、最近私が交流会に来た何人かの人たちが言ってます。そんな形でウクライナでもそういう国民の中にこの戦争が原因として将来そういう悲惨な実態が起きてくることは、私はもう今までの過程からして明らかだ。そういう覚悟を、まあ、国民も持たなければならないし、指導者の国に責任があるというふうに私は思っています。同時に PTSD ということで言えばロシアの兵士ですね。やっぱり大義のないっていうふうに思われている人たちの方がより PTSD が強いので、あの人たちが今まあ、宣伝だけでウクライナの捕虜になったりしている人たちが今なんとか法で、ね、おなだれてやってますけども、あの人たちもまた、PTSD が将来起きていくということはこれまたも違う。で、私は戦争は絶対悪だというふうに申し上げました。
さまざまと非難とか批判されましたけれども、私はロシアが攻めてくる兆候はあったわけなので、私はウクライナの大統領だったとしたならば、全国民に白旗を掲げさせます、字を取ることはない、我々ウクライナ人の誇りを持って彼らのゴルフに対して白旗を掲げる、その意味を大統領である私は世界の人たちにきちんと訴える、どちらに正義があり、どちらが正義なのかということについて私は責任を持つ、お前たちは銃を取る必要はないということをウクライナの大統領であれば私は言うだということを当時私は言いました。いっぱいいろいろ言われました。でも私は結局ですね、今日本が長いこと攻め入っていった、例えば考えているのは韓国です。韓国はもちろん日本軍に対して実力で抵抗もしましたけれども、多くの人は従ったわけですね。いろいろありながらも、名前を変えさせられたりしながらも従いました。非常に苦しい、まあ日程35年の歴史って言いますから、1910年から1945年までは日本の支配下にあった韓国ですね。今韓国どうなりましたか。個人あたりのGDP は日本を抜きましたよね。最近のニュースに出ると、例えば大学の論文の多さであるとか世界ランキングでもうすでに日本なんかよりも韓国の大学や中国の大学の方が上に行ってるであるとか、まあそういうようなことを聞いていると、本当にあの時日本は何十年間も占領して勝ったっていうふうに思ったかもしれないし、あれは支配したと思ったかもしれないけど、何十年間経ってみたら、その支配したはずの国に個人当たりの所得を抜かれ、あるいは学問の分野でも抜かれということは、一体戦争っていうのは何だったんだ。本当に長い目で見た場合に、私はその支配されるということは決して愉快なことではないですけど、私はむしろやっぱり白旗を掲げてでも生き延びるということがね、自分たちの子供、例えばウクライナであれば大いに逃げなさいって、逃げて逃げて、そして自分たちと一緒に生き延びて、生き延びた人たちが新しい国を作っていくんだ、それぐらいのつもりで行ってほしいなというふうに私は思っています。これは私フェイスブックとかで出したんですけど、ガンガン言われてるんですけど、でも私は長い目で見たら、降参してでも生き延びる方がいいんだっていうので固い信念で、それはそういうことでしか本当の対等な国と国との関係も人間との関係もですね、暴力を開催したことでは絶対長すぎしないし落ち着くことはない、どんなに残酷なことがあったとしても絶対に人を殺してはならないし、従ってでもね生き延びて、そして将来に自分たちの未来をかけるという方が、私は長い目で見ればそっちの方が正解だったのではないかと。未来の社会を本気で平和の社会にするということであれば、それは暴力から絶対生まれないというふうに、まあ、そのことについては私は確信を持っています。夢物語のようですが、そういうことをやっぱり言い続ける人がいて、初めて世の中に平和っていうことを追求していく道は何なの。それは本当に耐え忍んだり逃げたり、ね、降伏したり白旗を掲げるということは一見卑怯に見えるかもしれませんが、それは勇気のあることなの。逃げるということは勇気がないから逃げるんですか、ウクライナの人たちは。そうではないですよ。本当に子供たちを守るため、ある面では国を守るために彼らは逃げているので、それは未来に欠けているからだと私は思っているんです。まあこの話をするとあと3時間ぐらいしていることに、それは今日皆さんの住所とか書いていただければ、そういうことは今後のニュースの中でもお話ししていきますので、ぜひ耳を傾けていただきたいなと思っています。ありがとうございました。黒井君の高校時代のあの名は暴れん坊黒井でありました。先ほどの語り口も今の語り口も当時の彷彿とさせます。
どこまで暴れてるんだよっていうのが正直な感想ですが、そんな暴れん坊の黒井君も、まあ、病気、病を受けるんですよね。うん、そんな黒井君を、まあ、陰で支えている方、お名前だけご紹介を申し上げます。黒井幸子さん、奥様でございます。その他に来るのも最初お一人で来るのかな、病のこともあるし、コロナのこともあるし心配だなというふうに思っておりましたら、いや、実際には奥様と一緒にこれまで、来ていただいて、で、いろんなことで陰で活動を遠慮したと違う文字で来て支えていただいています。今後ますます暴れることを期待しておりますので、どうぞ健康に気をつけて。どうもありがとうございます。拍手お願いします。おっぱまんま拍手お願いします。じゃあこれで、黒井明夫さんの話を聞き換え聞かせていただきたいと思います。だいぶ暗くなりました。だから雨が降ってるかと思いますので、どうぞお帰り、残りの中気をつけてお帰りにお願いをいたします。どうもありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。皆さんも健康で頑張って、同年代の人はぜひ長生きして、自分の親たちのことをぜひ語り継いでいただきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。